ザベネチアン・マカオは、中華人民共和国のマカオにある統合型リゾートで、ある。2007年7月に完成。ラスベガス・サンズが2番目に建設したホテルである。イタリアのベネチアをモデルに設計され、また、コンサートや、バスケットボールなどが利用する個体、アリーナ、カジノ施設等がある。高さは151メートル。350店舗以上のショッピングモールや、 40店舗以上のレストランを併設する。グランドカナルショップス内に日本からも出店している店舗もある。ホテル内には1万5000人の収容能力を持つコンサート、スポーツ会場、個体アリーナや7万5000平方メートルの面積を持つ展示会場、個体エキスポを要する。2008年8月29日からエンターテイメント集団シルク・ドソレイユによる 同ホテルのみで行われる、ザイアが常設公演されていたが、2012年2月19日をもって終了している。シェルドン・アデルソンは、ベネチアン・マカオを今後、個体ストリップと呼ばれる集中リゾート開発に乗り出すと発表した。メディアを再生する2007年夏の完成以降、有名アーティストによるコンサートが行われている。ありがとうございます。